こんにちは、プラザ・ヒロのお時間です。これからの一時間、皆さんと時事問題についてお話ししていきたいと思います。ご意見・ご感想、お待ちしております。メールアドレスは、七六一アットマーク FM コザ。jp。ファックスは、ゼロ九八九三四八六五三になります。番組宛てでお,知らせあのお寄せください、お待ちしております。それでは、ですね、えー、と今週なんですけれども、当初ですね。 えー、何だったかなんあお祭りをですね、まあ、季節もありますので、あのお祭りをですね取り上げようと思ってたんですけれども、あの北朝鮮があのミサイルを発射しまして、日本列島を越えたやつですね、あの急遽あの驚驚みんな全国で驚きました、特に北海道の方が驚きましたあの、J アラートですね、これを取り上げてみたいと思います。こちらがあの、えー、とニュースな話題の方ですね、J アラート。 「でえー、なんでやねん」はですね、あのーまあ、私が今思っている一向にあのやめれないあの原発ですねこれについてお話ししてみようかと思っておりますそれではまあ今週の一曲お聴きくださいえっ、ー、とこれは森山ごめんなさいね、えー、と森山直太朗さんの「夏の終わり」になりますお聴きください はい帰ってきました、えー、それでは早速なんですけれども、えー、ニュースな話題のコーナーに入,り入らせていただきたいと思います、えー、予定変更しまして、えー、ニュースな話題は、えー、J アラートになりますそれではちょっとあの原稿を読ませていただきます、えー、今週の火曜日の朝ですね29日になるんですけども朝6時頃ちょっと6時前だったんですかねあの J アラートが鳴,鳴り響きました あの私ちょうどテレビ見てたんですけれども朝のニュース見てたんですけれどもあの突然なんかいつもと違う画面あの警告画面みたいなの出てきましたねでおな何かな地震かなと思ったらあの違いましたねでまあ皆さんあの何事か驚いた方も多かったと思いますで私も大変驚きましたで北朝鮮のですね ICBM があの北海道の上空を飛ぶことを 上空をです、ね、飛,んで飛ぶことをです、ね、知らせる警報だったんですけれども ICBM はです、ね、北海道の東約1000キロのところですねヤフーニュースですと午前6時5分ごろに分5分から7分ごろにかけて北海道の上空を通過してで6時12分ごろにこれは何ていうんですかね、うん、あよくわからないですね。 あの申し訳ございません、えー、着,弾あの着水したみたいですね太平洋に着水したで北海道の北海道からですね1180キロの東側の,あの太平洋に着弾したということですねで今週はですねもともと、まあ、季節柄もあって先ほどもお話ししたようにお祭りをについてですね放送しようかと思,い思ってたんですけれどもあの J アラートのお話をすることにしました。でこれがまああの ニュースの話題でもあるんですけれどもあの行政とですねあの、まあ、本来やらないといけないっていうことをあの表に出していることなんだけれども実態が追いついてないっていうことがもう如実に表れているようなものかと思います。であのまああの最初はまあ誰でもこんなもんですよね。 で本来ですね、こういったことをあの民間企業で考えるとですね、あのこういう設備入れるときはですね、必ず運用が先にあの整備されてて、でその後設備が入るっていうのがあの当然なんですけれども、まあどうもあの行政がやるとですね、先に箱物から入るみたいですね。まあ行政もともと実際にあの大きな組織になってくると。 あのどうしてもあの末端まで行き届かないという話になるだろうしで組織もですね国と県地方自治体であの市町村ですね全部あの別の団体がやってるんでですねなかなか調整がつかないんでしょうね。ところが民間企業ですとあのトップの,あのまあ一流企業さんから方針が決まると 末端の企業まで、また琢磨に行き渡ってしまうという不思議な状態なんですけどね。まあ、行政は、それなりなんでしょうね。すいません、二千四年度にですね。もともと J アラートの,であ,のあまりこうあのミサイルのことばっかりはやるとですね。あのもう耳にタコできていると思いますので、ので J アラートということにします。 で2004年にですねあの消防庁が開発しまして2007年から運用が始まってます。でまあねえ何て言うんでしょうかね <laughs> あのもともとあの行政無線なんであの、ね、お昼の,あの時報を知らせたりしてるやつを使ってるんであれを通して流れてくることが あるんですけれども、まあ反響してですね、あのまあ聞きづらいですね、何言ってるのか分かれへんというようなあの防災無線で流れてきますね。まあテレビの場合はあのしっかりわかるんですけれども、外にいるとあれ何言ってるのか分からんですね。で解決しようとしてまああのこう防災無線のあのハヌケでこう時間をずらしてあの放送したりしてるんですけども、結局やっぱり何言ってるか分からんですね。で、えー、まあそんな 文句ばかり言っててもしょうがないんでちょっと先に進みますけれどもまあ防災無線でですね放送するためにあの消防庁があの開発したものなんですけれども消防庁からですね市町村地方公共団体鉄道航空会社でラジオテレビあと報道機関ですねであの 携帯電話とか固定電話の通信事業者にも情報が行くようになってるみたいですね。でこれ、元はですねあの、要するにケーブルとかあの従来の電話とか使うとあのなかなか障害あるかもしれないということであのスーパーバード B2 っていうですね通信衛星使いましてあの直接、衛星でですねあの情報を送ってるみたいですね。でこのそ 要するに市町村には落ちるんですけれどもそれがです、ね、あの自動的もう市町村を介さずに直接こう国民に届ける仕組みを作ろうということでもうかなりあの間を抜いた形であの確実に伝わるように即時性を優先したあの仕組みのようでですすねであのもうすでにですね。 運用からです、ね、10年経過してるんでですすね。ね。信じられないです、ね、10年間この資産を運用してたのか毎年何億もかけてやってたのかっていうのを民間企業やったらもうクビですねところがまあ現状はこういうもんですねで北朝鮮の,あのミサイル実験の警報でようやく私たちは体験することになりましたねあの以前からちょっとあのあれですねえっ、ー、と J アラートが伝わらないとかいうニュースはあったんですけれどもまあ実際に運用してみたらいまだに解決していない信じられないですねでまあ,あのその辺にしておきまして、えー、市町村はですねあの日常の業務をですねこなすことにまあ目が向いててで年に一度あるか数年にですね一度あるかないかわからんことに対してですねまああの目が向かない。 で、先送りになってるんと違うでしょうか？というふうに思いますね。で、危機管理はですね。あのまあ、今回のあの j アラートっていうのあのミサイルっていうのはまあ、特別なことなんでしょうけれどもまあ、通常のあの危機管理はですね。あのまあ、台風とかですね。地震とかの自然災害でそれにですね。あの大規模なあの住宅火災とか交通事故も。 大きな交通事故ですね何台も玉突きしてでその燃料が漏れて爆発するとかですね大きな事故ありますよね。でこういうものがですねあの広くあの対象になってるんですけれどもあまりにもですねあの範囲が広いんでですねそういう範囲を広くで博学なですねでかつあの専門的な知識もですね持ち合わせてるようなですね あの専門家がですね、実際、地方自治体にいるとは思えないですね、消防庁の中にですね、そういう専門家がまあいたとしても、その人が言ってることですね、学者の言ってることを、普通の一般市民が聞いてですね、分かるかっていう話なんですね。かからんでしょうね何言ってんのかなっててのな いう話になりますよね何をそんな気上の空論を言ってるんだっていう話になるかと思うんですね。でまあそういう人の意見をですねあの聞きながらですね、まあ、市町村はあのこういう対策を立てていかないといけないとは思うんですけれども、うんまあ、専門家の人がこう市町村にその対策を立てるときに あのこういうふうにしたらどうですかっていうですねあの会議に出席しても,もらってですねこう指導するしてもらうんだろうと思いますけれども、まあ、市町村によってですね、まあ、専門家は自分の考えであの純粋に学問としてやると思うんですけれどもこの市町村は実際に現場の中でですね動いてるんで見る目が全然違っててですねそんなことを理論上のも 基上の空論になるでっていうことをですねあのこれはやってくださいっていう話で結局できないということになってですねまあ具体的にはですねあの、まあ、的外れで,で実際はできない運用できないっていう話になるんじゃないかなというふうに思いますね。ます、あ、ね。となのんなかっというとます、あ、ね。というふうに思いますね。というやつですね。あの形はできてるけども使い物にならんというやつですね。 で二十九日のですね、ちょっと話戻ります。二十九日の朝のですね、J アラートに驚いたあの市民ですね、あの人たちですね、ニュースでこう報道されてたんですけれども、あの地下鉄地下道、地下街に逃げてください。<laughs> うちには地下鉄ないし、地下街もないで,で、頑丈な建物、そんなものないぞっていう話やってましたね。では文字通りあの、頭を抱えて、うん。 あの頭守ってくださいほんまかほんまかですよね何言うてるんやっていう話ですよねそのミサイル飛んできてるのに頭抱えてどないすんねんっていう話ですね、まあ、姿勢を低くして爆風を避けましょうとかあのあれですねあの直接あの爆風かぶらないようにしましょうとかですねあのね燃料かかってきたらあの危険やから。 あの洗い流しましまょうとかですねそん,そんな話しちゃうんかなと思うんですけどねちょっとま私も的外れかもしれないですけどあの実際にあの戦場でどんなふうにあのミサイル攻撃を受けた時にですねどんなふうになるのか核弾頭積まれてなくても当然燃料少しは残ってるでしょうしねどうなんでしょうねよくわからないですねあのえと何あのイラクとかですねイランでああイランはないかですかねあの 中東で被害に遭ってる人たちね、の映像を見るとちょっと違ってるんちゃうかなというふうに思えてなりませんね。で、あのまあ的外れじゃないかということなんですけれども、あの I C B M はですね、警報が鳴ってからですね、五分以内の避難が必要ですっていう話なんですね。で、鳴ってから五分以内に曖昧な対策で 何するんやまるまるまるでこれ泳げない人をですね水の中に投げ込むような話ですよね。でなんか本当に何をやってるのかなっていう話で,で、まあ、東日本大震災のですねあの津波被害が大きな教訓になってですね電信柱にですねあの海抜何メーターですここは何メーターですっていうですね表示はされるようになりましたよね。で ここれれはまあ大変いいことなんですけれどもあのどこに逃げればいいのかいつ逃げたらいいのか何に注意したらいいのかっていうのはいまだに私知らないんですけれども皆さんご存知ですかね例えば津波のとこは時はどこに逃げたらいい火災の時はどこに逃げたらいいっていうですね具体的にこう原こう災害に応じたですね避難方法 っていうのはですねなかなか想定されてないんじゃないかなというふうに思いますね。であの役所もですね当然あのいろんな災害を想定したですね避難マップみたいなのを作るんですけれどもそれはですね情報を取りにいいという姿勢なんですねで、まあ、広報誌で配りますって言ってるんですけれどもまあ訳のわからんことを書いてあると。で具体的にどうしたらいいのか。 で質問が当然出る、ね、疑問が当然出るんだけれどもそれに対してどういうふうに答えあの質問していったらいいのかこれみんな自分でやらないといけないですね。うんまあ、そんなもんなのかなというふうに思いますね。で ICBM はですね、えー、特殊な避難場所として特殊な災害というふうに考えてもですね、まあ、避難計画の策定と訓練その見直しが必要になるかと思いますね。 こんな当たり前のことをですね。先の先延ばしになっていると、まあ J J アラートでですね、警報鳴らすんやったら具体的にどうするんかということは決めておかないといけないと思いますね。はい、そう思います。で、えー、J アラートの受信機のですね、まああのちょっとまあ不手際のところではですね、J アラートの受信機の電源切られてましたっていう話もありましたね。こんなのもう何回同じことやってるんでしょうね。もう信じられないですね。 うんまあ、そういうい意識なんですよねで自治体のです、ね、職員の危機管理意識がうか、まあ、えるような話なんですけれどももともとですね使わない機械の電源は切ってです、ね、あの経費を削減する、まあ、当然貴重な税金使うわけですからそうしましょうっていう話が身についてるんでしょうけれども自分が扱ってる機械がどういう機械であるかっていうのを知らないという状態に ななってるっててるいうのは信じられないですねでこれはまあ私たちの,み、まあ、あの人の避難ばっかりしててもしょうがないですけどあの何をしてるのかというのをですねまず理解しながらやらないと職務っていうのはね達成できないんじゃないですかねその意識があの全然欠けてると思いますね。周りもその 本人もやった本人も周りも全然欠けてると思いますね。で、えー、危機管理意識を持ったですね職員の要請と配置が必要ではないんでしょうか。まあ、適材適所ですねあの。役人さんは誰でもできる仕事をやってるんですよっていうのがお役所の仕事ですっていう話かもしれんけれどもそれでも不適不適はあるでしょう。それに応じて配置せんといかんでしょう。で不適な人は 適するように教育が必要なんじゃないでしょうか。ということですね。ほら企業やったら当たり前ですよね。で、えー、昨日のあの男子サッカーの日本代表がオーストラリアを破り、あのワールドカップ決勝を決めました。で、j アラートの報道、あの運用の問題点は後回しにされてますね。今報道ではね。うんで、まあこんなものなんですねで。 平和な日常生活,生活がですね一番貴重なんですけれども、えー、市民の注目が集まっている今ですねぜひこの危機管理を後回しにせずにですね理解される状態でですねあの避難計画の策定と訓練見直しがの実施をお願いしたいというふうに思いますすいませんどうもわがまま勝手なことばっかり言いました これが J アラートになりますでもう少し詳しい内容はまたホームページをあのご覧ください。それでは1、えー、曲お聴きください。えー、っと誰やったかな。あ化け物が語」からですね、えー「君の知らない物語」になります。お聴きください。 帰ってきました、えー。それでは次のコーナー早速移りたいと思います。な、え、ん、ー、でやねんのコーナーです、えー。皆さんずっと気になってることだったと思うんですけれども、頭の片隅に残ってたことなんですけれども、えー、やめられない原発。これなんでやねんということです、えー。ちょっと今日はあの突っ込んで、あの番組では本当は話せない。 放送してはいけないのかもしれないけれども、私の試験も含めてお話ししてみようかと思います。うん、あまりちょっと偏ってますからね、よろしくないのかもしれないです。よろしくなければ皆さんご意見ください。お待ちしております。あのどんどん討議してあの本当のことを真理を追求していきましょうね。真理ないのかもしれないですけどね。はい、えー、それでは、えー、やめられない原発なんでやねんやめられない原発になります。 福島の第一原発のですね。メルトランメルトダウンから6年。これもメルトダウンです。えー、の,のど元を過ぎればですね。こあののことわざのあるようにですね。原発の再稼働がすでに始まってます。たった6年で始まってますね。で、is によるですね。あの、国際テロや北朝鮮の icbm 開発などの不安を無視してですね。あの目、先の経済効率性だけを選んで。 原発の再稼働をどんどんん推し進めようとしています。で、廃炉とですねあの被災補償で原,原子力災害からのえ復興費用の主なえ部分をですねあの費,用の費用部分ですねあの東京電力と電力消費者に押し付けてあの最後は、まあ、潰さないように行かず殺さずであの最後は税金を投入しているということにかかわらず 原発事故の基本的な抜本的なですねあの防災災害防止策をですね明確にしないで原発は再稼働を進めていますこれが国民の、えー、民意を受けた政府の姿勢でいいんでしょうかというふうに怒っておりますで、えー、今週の何でやねんはやめられない原発ですえー、2011年東日本大震災で えー、福島第一原発2011年の、えー、3月11日ですね、えー、東北地方の太平洋地震たい東北地方太平洋沖地震による、えー、地震動と津波の影響により、えー、東京電力の福島第一原子力発,発電所で、えー、炉心溶湯ですねメルトダウンが起こって、まあ、3基とも4基あるうちの3基起こったわけですね。 で日本は原発のべて、えー、その事故でですね、えー、日本は原発のすべてを一時停止しましまた、えー。ところがですね、あのー、今現在仙台原発これ、あのー、鹿児島のですね仙台市,市内にあるんですけれども、えー、1号機は2015年去年おととしの8月11日に運転を再開して2号機は、えー、遅れる2か月後の、えー、10月 15日に運転を再開しましまた、ね、で伊方原発これは愛媛県の伊方、えー、にあるんですけれどもこれの1号機は2016年の5月10日に運,運転を終了しましてこれは運転終了したんですねで2号機は定期点検中、まあ、すぐは動いていないで3号機は2016年8月12日に運転を再開しました。でまあ これが今の動いている唯一の原発になるんですけれどもで東京電力のです、ね、福島第一原発の津波は予測できたという証拠もいろいろ上がってきてるんですけれども原子力災害に至ってはですね報道番組で一部あの取り上げられてあの報道はされたんですけれども。 ままあまあそれは一部の会社がやったことだということで真実かどうか当然裏は取れてるんですけれどもそれに対して政府としてどういうふうに考えるのかっていうのは全然構想されてないですね。でえ残された原発ですね他の原発ですねあの福島第一原発だけじゃなくて他の 原発に対する原子力対策原子力災害への対策も万全,では万全だというふうには思えないですね。でこの事故がです、ね、発生した当時ですねあの東京電力にですね全ての責任を転嫁しましたね。要するに東京電力がやったんやまあそれはそうなんですけどでまあ,あのそれ言うんやったら夢の電力としてですね推進した。 あの国の政策、まあ、国策としてあの原発導入したわけですからね補助金出してあのそれが一切検証されてないっていうのはおかしな話ですねでまあいろいろまあど,どういったんですかねいまだにですね全国に8万人の避難者数出し続けていますねこれ現在も出してますであの災害が起こったですね2012年のですね5月 にはですね、最大で16万人避難者出てましたで、まあ、半分まで減りましたということなんですけれどもまあまあねまだ半分の方が不自由な避難生活要するにあれなんですねあの人間っていうのをやっぱり意図,意図自分本人がですね意図しないであの強制的に住むとこを限定されるっていうかあのここは駄目って言われるとこれは非常に 不快ななものでですすね。ね。信じられないです、ね、心のよりところも全部なくして嫌な生活たくさん送ることになるかと思いますね。であの安全策をです、ね、確認できた原発を再稼,再稼働するというふうに国は言ってますけれども再稼働の検査を審査を行うです、ね、原子力規制委員会はです、ね、安全性検証,検証ではないとで安全基準に適合している審査をしていますと。 わわけのわからんことを言ってますねでこんなことをですね公然と表明してるんですけれどもこれが,政府,が政府検査機関電力会社がそれぞれ責任転嫁を続けた結果再稼働ができるように、まあ、結果ありきの話であの物事進んでるとしか思いようのない、ね、誰も責任を取りませんよあの政府は原子あの専門家が安全だと言った。で安全 専門家は基準に合ってるかどうかの審査をしてます。で地方自治体は国が決めたことだからしょうがない。何なんでしょうね一体ね。でこれで誰がじゃあその負債ねこあの災害起こった時に誰が迷惑を被るんやっていったら地元の人ですよね市民がで迷惑を被るわけですね。でそれをですねあのまあほったらかしにしてると。 いうこととになるかと思いますでまあ電力はですねあの、まあ、一般の消費者にとってですね電力っていうのはですね原発でもですね火力発電でもですね品質は変わらないわけですね、まあ、細かいことを言うとですね安定してるとか言いますけれども原発も安定してるのかっていうとそうなのかな停止するやないか事故起こるやないか大丈夫かっていう話になりますのでまあ あの品質は、まあ、使う電力にあのお金と一緒であの名前書いてないってやつですね、まあ、それに名前を無理やりつけてるっていう話なんですけどもで意図的にですね低く設定された原,原発の電力にですねあの見せかけの安い電気料金をあのつけてですね消費しているというのが現状かと思います。でこ,こからちょっと試験になるんででですすすけれどもあの原発のですねあのねね再稼働の必要性はです、ね、実は実 えー、まあ他の国もそうなんですけれども、あのー、最終的にあの核開発能力っていうやつですね核を持てる今は持ってないんだけども持とうと思えば持てるという時に必要となる技術を確保しておきたいというのとですねそれともう一つそこから派生した問題なんですけどもあの電力会社がですね あの原発を運営運営転してるわけです建設して運転してるわけですけどもこれをですね破棄するとなるとあの今言うような資産がですね一挙にマイナス負債になるわけですねあの資産お金,お金の価値があるものがマイナスの費用になってしまうということになるんじゃないかということでこれは電力株の維持 しかかなないいいいんじゃないかとううふうに思いますねでそれの影響が要するに電力会社だけだったらいいんだけれども、まあ、国有化してしまえば一時国有化してしまえばいいという話で済むのかもしれないけれども実はそれの株を持ってるのが生命保険会社とかあの銀行とかそういう大手さんが持ってるわけですね金融業界が持ってるわけですね。でこのの人たちがもしその価値を却できなくなくると一挙に 大変なこととにななるというので、なかなか動き出した船は止まらないというのがあるんじゃないかというふうになります。なってるんじゃないでしょうかというふうに私は思っております。で今の時代ですねあの簡単にですねネットから情報を取り出してですねで自分からも発信できる時代にですねもう国民はですねうすうすこのことを感じてるわけですね。こああこういういとと。を思ってるのかと いいう,ふうに、まあ、思,い思いますよね誰でもねでそういう時にですねいまだに昔ながらの,あの政策を続けているという政府お役人さんですねでまあ一部の,あの,あの悪いことやなあと思いながらもそれにつき合ってるあの専門家たちですねまあまあしょうがないですねこればっかりはね。で後世のの歴史家家からですねあの国家の背任 というふうにですね非難されることになる,なるかと思いますね要するに国民への敗任ですよあなたたちはというふうに歴史,家は歴史家は評価するんじゃないかというふうに思いますで、まあ、あの歴史家に任せるまでもなくですねあまりにあの大きすぎるですね失策を先送,り先送りにするですね政治家とあの行政を正す勇気が私たち有権者に必要なんじゃないかというふうに思ってます ちょっとあの試験で申し訳ないんですけれども、そのように思っております。それではちょっと明るい曲をお聴きください。懐かしい曲なんですけれども、水前寺清子さんの365歩の町お聴きください。 懐かしかったでしょね、こういういい時代もあったんですよね。昭和のね、まあでもそれはいい時代っていうか、まああれなんでしょうね。あの昔のいいところばっかり覚えてるからいい時代というふうに思えるんでしょうね。うん、そり今の方がいい時代なんでしょうね。うん。でもまあ <laughs> どうなんでしょうか。はい。え、ちょっとですね。あのお時間あればあの。 沖縄で今あのマイスがお話,になあの話題に上ってたんでマイスの話ちょっとしようかと思ったんですけどももう時間が来てしまいましたので、えー、お別れの曲とそれと2曲続けてですねあの、えー、お流しする曲あのお聴きいただく曲と、えー、お別れの曲2曲続けてあのお聴きいただこうかと思います。竹内マリアさんで 純愛ラブソディーとお別れの曲は中島みゆきさんの地上の星になります。それではお聞きください。ちょっと待ってくださいね。純愛ラブソディーがちょちょっと待ってくださいね。はい。それではまた来週お会いしましょう。今週もありがとうございました。お聞きください。